演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら吉野家の牛丼並盛りを食べたいと思います。ちょっと前に、いやずっと前に松屋に行って、それから吉野家というわけなんですが、間が空いた上に吉野家も行くの初めてなんですよ。だからこういう風になってるんだっていうのは今日初めて知りました。なんかもう30超えてるのに本当珍しいですね。はい、こういう風にトッピングもついてるんですね。あれ、唐辛子あったかな。こっちはトッピングをかける前、こっちがかけた後になってます。2つあるので1つはかけておきました。まあ、比較しやすいですからね、この方が。まあそういういろいろ言いますが、ではいただきます。トッピングありの方からいきましょう。おお、美味しそうな香りがしてきますね。ではうまみが染み込みが染み込みね、刺激もちょうどいい。やっぱりこのバランスがすごいですね。さすが最大手。甘辛いおつゆが牛肉とご飯両方にうまく染み込んでいて、そこに紅生姜と唐辛子のちょっとした刺激が入ることによってさらに変化があって、とっても美味しかったです。やっぱり大手はすごいですね。他の商品も食べてみたくなる、そう思いました。これからクレジットにしてみようかな。ではというわけでこちらの点数とさせていただきます。それでは冬バラよ死を告げるほど美しく、いやそんな花美しくなくていいですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。